高し弁公安6年8月15日は、鎌倉時代中期の天台修士門派の僧侶、家人。父は、四条高房。母は、羽室三政の娘。署名、広角。通称、大納言法院、如意寺殿、小福寺殿。鶴岡八万宮恩城寺別当、調理、大僧城、大矢砂利法上特捜家と結びついて、恩城寺を再興し、 鎌倉の製造の異名を持った。上級2年、13歳で、恩城寺に入って出家する。その名声は若い頃より聞こえ、転覆2年には、将軍、九条より常の招きによって初めて鎌倉に下っている。家庭3年に30歳で立志となり、翌家庭4年5月3日には、縁より感情を受けた。この年少相図に昇進し、忍次元年に大相図。 還元元年に、久に新能誕生のカジ義トの功績によって、法院に除せられた。この間にも、九条頼りや、執権法上教授の要請を受けてたびたび鎌倉に、下り、鎌倉と温城寺を往復する生涯を送ることになった。ところが、還元四年の宮騒動、続く翌法寺元年の法寺合戦が彼の運命を大きく変えることになった。一連の騒動は、 九条頼常や、その支持勢力が、執権、北条時折打倒を拡策して起こしたものであった。当時、天台宗は、九条金真根の実定陣言が、天台座主を務めて、以来、九条家との密着が進み、また新言宗も、朝廷の実力者である道家になびいていた。そのため、一連の事件では、多くの密教像が、時折打倒のための祈祷を行っていた。 その中で、高志弁の実は、時折の依頼を受けてその元に参上して時折、勝利の祈祷を行ったのである。時折の勝利に終わった後に、密教勢力は、鎌倉から大いに交代して、代わりに全州が進出することになったが、その中で、高志弁のみが時折の信任を得て、鎌倉幕府からの支援を受けることになったのである。法事元年6月27日。 高志弁は、鶴岡八万宮別当に部任されて以後没するまで、務めることになった。県庁四年、新将軍として、鎌倉に下ったばかりの宗方新郎が病に倒れ、高志弁が、病気兵役の祈祷を行った。回復後、法将として、県総省に任じられただけでなく、異語道新郎のもとに出入りしてその若集団の一員としても活動することになった。また、 時折着難誕生の際にも祈祷を行って、報奨として所領が与えられている。このように順調な出世を遂げていた、高志弁の最大の悲願は、恩城寺の再建であった。恩城寺はかつて、源の頼朝から厚い信頼を受けていたが、恩城寺で修行していた苦行が、源の実朝を暗殺した事件を機に、幕府からの信頼を失って衰退しつつあったのである。 高志弁の願いを聞いた時よりは、恩情寺への支援を約束し、また、高志弁も、恩情寺末寺として、如意寺を混流して、その肝心に奔走していた。証言2年1月16日に、突如恩情寺に対して、長年の悲願であった、階段設置の直挙が下される。これは、延暦寺の猛反対によって3日後に取り消されたものの、 この騒動の背景には高志弁がいたと言われている。文英元年、高志弁は、鎌倉在住のまま温城寺別当に補えされ、翌文英2年11月8日に大僧正に登った。さらに文英4年には、温城寺調理に転じ、文英5年には、大阿ジャリに任命された。この間、鎌倉幕府の支援を受けて、遠略寺と対抗しながら、先の直居を規制事実化するために、 三魔夜会を用いた受会を強行したりしている。その一方で、現行などの大事に祈祷を行い、宗教的な側面から、鎌倉幕府、北条独創家を擁護した。晩年は、鎌倉の長福寺で余生を送り七十六歳で、没した。和歌の面では六条家科学を継ぐ歌人として、活躍して、直線和歌集には十一集二十五週が、再録されているほか、 多くの歌集に再録されている。ありがとうございます。